どうも、ダンクローです。今回はアディダスデイム9ベイプの紹介レビューをします。バッシュが好きな方、アディダスが好きな方、そしてこのモデルが気になっている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はデイム9のざっくりとした紹介、サイズレビューの2点でお送りします。では早速デイム9についてざっと紹介します。デイム9はアディダスのバッシュです。NBA ミルウォーキーバックスポイントガードの0番、デイミアン・リラード選手の9作目のシグネーチャーシューズです。試合終盤に見せる無類の勝負強さ、ゾーンに入った状態やその場面、クラッチタイムはデイムタイムと呼ばれています。リラード選手はデイムドラ名義でラッパーとしても活躍しています。Apple Music にも楽曲がリリースされているので、ぜひ聴いてみてはいかがでしょうか。リラード選手はルーキーシーズンの2012年にアディダスと契約し、2015年には記念すべきファーストシグネーチャー D リラード1がリリースされ、毎年シグネーチャーシューズがリリースされ、そして2024年8月下旬に日本にてベイプとのコラボモデルの9作目がリリースされました。ベイプは皆さんご存知の通り、東京発、ニゴシが立ち上げたストリートファッションブランド、アベイジングエイプです。今回のコラボは初めてではなく、2018年のデイム4以来のようです。今回はアパレルも展開されています。カラー展開はレッドとグリーンの2色です。アッパーにはベイプカモ、ライナーにはラインカモがあしらわれており、ところどころに差し込まれたブラックとゴールドがかっこいい一足です。国内ではアディダス、コンファームドアプリ、アトモス、アンディフィーティッドにて取り扱いされています。即完売とはなっていないので、サイズがあれば早めにゲットしておきたいですね。定価は 24,200円と非常に高価で、この価格も売れ行きが芳しくない要因となっていそうです。私的には 17,600円、15,400円がありがたいなと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。その辺もコメント欄で教えてください。お待たせしました。今からこのシューズのサイズ感、履き心地をお伝えします。前提として私の足は高高幅広です。アディダス、ハーデンボリューム1、デイム8、エキストプレイ、プレイヤン3、AE1、ナイキエアフォース1ロー、エアジョーダン1ハイは 26.5cm がちょうどいいサイズです。今回、デイム9は 26.5cm を購入しました。サイズ感は縦も長くなく、横幅も狭くないです。見た感じ、横幅が狭く、小指あたりの TPU が足に干渉して痛くなるんじゃないかなぁとビビっていましたが、問題なく履けました。甲も低くないので、高高の方もそんなに構えなくていいかなと思います。フィット感ですが、甲や前足あたりはかなりいいです。小指あたりの TPU がサイドからがっちりサポートしてくれており、タンとシューズが一体となったインナーブーティー仕様で、とにかく甲や前足あたりのホールド感はいいです。ただかかと部のホールド感が物足りなく感じました。インナーブーティーの素材がネオプレンで柔らかいこと、ヒールの切り込みが広く、ネオプレンの厚みが薄いので、ホールド感が物足りなく感じるのかなと思います。ドーンシュー5のように、素材をナイロンにすれば、より良くなっていたんじゃないかなと感じます。5段階評価をつけるなら 3.1 です。履き心地はいいです。ミッドソールにライトストライクが使用されているので、適度なふかふかさ、反発性があります。着地時に足が沈まないので、ふかふかすぎないシューズを好む方には最適な一足だと思います。シューズも比較的軽いので、長時間のプレーにももってこいです。シューズの内側のヒール部、アディダス公式オンラインには、ライクとストライクと表記があり、またアディダス公式オンラインには、バウンスミッドソールとも書いてあり、混同しますが、履き心地はいいです。ちなみに、インソールはすごくペラペラです。気になった点は、かかと部のフィット感、ホールド感です。素材がネオプレンで足触りは気持ちいいのですが、結構ツルツルしていて、足の中で滑るので、フィット感が低く感じてしまいます。
結論、デイム9はハーフアップハーフダウンしなくてよかったです。個人的にはドンイシュー5の方が好きかな。デイム9の購入を考えられている方、サイズ選びで迷った時は今履かれているローカットなスニーカーと同じサイズでいいでしょう。いかがだったでしょうか。デイム9が気になっている方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になった、悪くなかったよという方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問や感想あればコメントしてください。 X や Instagram もやっているので、概要欄からそちらのチェック、フォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。ありがとうございました。